前のピッチャー満塁になったんですよ。でどうするってこうなった時に沢村行きましょうって俺言ったんです、はい、監督もえってやっぱり満塁での沢村っていうのは、はい、まあ一見やっぱり怖いですよ、はい、俺も怖いのよ、はいはい、沢村はその時に、バッター外だったんですよ、はい、抑えたんですよ。抑えて1本ぐらいしかヒット打たれてなくて、はい、いや沢村抑えてます、はい、沢村しかいません、はい、えって言われて沢村で行きましょうって言ったの、はい、俺ももう賭けですよよし分かったよっ、はい、お願いしますって言って沢村に変わったんですよ、はい、俺ね、あの沢村がね、あの横浜スタジアムだったからリリーフカー乗ってくるまでの時間がすごく長く感じてお前頼むよ俺本当お前頼むよって思いながら、はいはい、したら沢村が三振取った。おー、俺はね泣いたよ心の中で。